えっと、1、うん、の方が切れてるね。えー、っと、こっちか。はい。皆様、こんにちは。今日はあ8月の29日火曜日です。えー、タイトルにも付けま、ま左上のタイトル、ダヴィンチ・リゾルブ18.5インストールということで始めてい、えー、きます。 それではあ早速うどういった画面でスタートするかあまず3カ目行ってみましょうかね3カ目で表示しているのはあまあ,あ今日のやる工程をちょっとやっておりますえっと3カ目はこれですね 3カ目、えー、今日から1分間で学ぶ編集ソフトダダビンチリゾルブ,ブ18.5無償版です無償版をインストールしますので、えー、インストールするマシンはウィンドウズ10ですス,スペックは次の通りですということでブラックマジックのダビンチリゾルブをインストールする方法そしてネット環境についてもおちょっと見るせさた 見るることとができるかと思います、えっと、それではあまずネット環境について、えー、どういう状況であるかということをお表示したいと思います。えー、っとお、これについてはあどれでいけばいいのかなあ,あ2、2回目ですね。2回目のところにいまあこれはちょっと a t 0ソフトウェアコントロールとソフトウェアコントロールと YouTube の方にアップロードしているのが重なっておりますけれども、ちょっとここで、えー、ブラッコチカにしましょうかね。えー、っと、はい。えー、Google でもって、えー、スピードテスト。とやると、スピードテストのおこれが現れますんで、それで、えー、こちらですね、Go ということで。 えー、あやっぱり Windows だとかなり遅いですよね。ただ 5Mbps でも <laughs> 通じるとあいわゆるネットでもって配信できるということは分かっておりますので現在 18.14Mbps ということですねダウンロード。で肝心なのはアップロードですよねどれくらいになるか。 あアップロードが、まあ、実際、あのー、レコードは別撮りしてますんで、えー、この YouTube にアップロードしている速度、ちょっとこれは低いですね、2.31ということでございますんで、あのー、こちらの方があちょっとこう、見えますかね、あのー、くるくる輪っかが出ちゃっております。 まあ、あ仕方ないことですこの状況で、えーえー、インストールするということをお知っていきたいと思います。それではあとりあえず ATEM ソフトウェアブラックマジックの方に入ってきますね。えっ、ー、とこちらですか。ブラックマジックデザインのところに。 これ、きっと結構かかると思いますよ。だから短く <laughs>、あのー、シ,ョショートカットされる、ショートカットすることがあるかと思います。これがブラックマジックデザイン社のーホームページです。で、えーまあ、ログインしなくても大丈夫だと思いましたね。ログイン一応。 まあ、ログインして行わなく行うというのはあのー、正規版ということで、えー、サポートでしたねサポートのところに、えー、最新のダウンロード情報というのはございましてそこでダヴィンチリゾルブ1 8 8月14日にされてるんですねじゃあこれをおこのスタジオ版とここにスタジオ版とお普通の無償版スタジオ版というのは優勝版ですので、えー、こちらは私は Mac の方には入れております優勝版で、えー、今回入れるのはこの Windows ですね それで、えー、登録ダウンロードとありますけれども、これはあ一応お入れる必要があるんですね。えー、こういう感じでもう私は入ってますんで、皆さん方はここに名前とおそういったものを入れてください。えー、磯光野上八王子ビデオサークル、E メール八王子1963 あとまた Gmail、ね、電話番号を入れて JAPAN ということでこれで、えー、製品情報これはあ特にあれなんでしょうかねダウンロードとここをクリックしますとダウンロードが始まりますんえー、と登録 しい規約をこれでえー、っとダウンロードされてるかどうかっていうのは表示がありましたよねえー、っと この辺に、うん、ダウンロードしている進捗状況が出るはずですけれどもそれが出てこないと <laughs> 今日のライブ配信というのはあもう一回やり直しという形になっちゃうんですけれども。 これはやっぱりあのー、ログインする必要があるのかなアップデートこれですよね済んだのかな スイッチ、もう一回やりますね。えー、ダビンチルドル点18.5.18月14日版ですよね。で、えー、Windows のこちらあの場合では、あのー、 この容量が違うっていうのはねいつもだとダヴィンチっていうのが出てくるんですけれども <laughs> ちょっと出てきませんねこの水素値が近いあれだっていうことはこの一旦ここでオフにしましょうかね、えー、オンエアをオフにしますだから水素値より低いってことを言ってますからね うーんとはいそれで、えー、レックの方も一旦止めますかですえっとそれではあダヴィンチリドルブをダウンロードしますえっとこちらですね、えー、検索します そして、えー、こちらの窓の森。これ今、クリックしていくと、公式サイトからダウンロードっていうのがありますよね。インストールアプリ。ダヴィンチゾルブ。それで、えー、ここでですね、外部ページ移動しますっていうことですけれども、これはいいですね。ここから入ってみましょうか。 そうするとダヴィンチ・リゾルブ18というのが出てきてここに今すぐダウンロードとオンラインで購入まあオンラインで購入するわけじゃないんで今すぐダウンロードそしてここでダヴィンチリドロ・リゾルブ18.5ダヴィンチ・リゾルブスタジオ18.5とありますんでここではスタジオ版は優勝ですんで無償版の Windows をククリックします。そうするとさっきとはあ違った画面になってきてますね。同じなんでしょうかね。ここで、えー、クリックする。で、えー、製品名がこれはダヴィンチ・リゾルブって書いてありますね。 これで開始されるんですよね開始されたかどうかというのを見るのはこれかなここに一件のダウンロード進行中というのがこ,ここですけどもね出てきてますよね。でちょっと時間かかりますけれども。 おテスト的なことでございますんで、えー、全部うここにいこれをクリックするとこれが出てきましたねでここの下っかのところにいこのバーが出てきて一番右側に <laughs> なると。 インストールということで、えー、2.4GB あ,あるものが現代0.1の進行状況だということでこれはしばらく待たないとダウンロードが完了しないということですよね。ですからあ今録画しております。あのー ATMI Pro、ISO でもって、えー、今あの、こういう状況で、えー、4回目、えー、いきますかね、今、あのダミージ量十18.5インストールということで、えー、インストールを開始しております。えー、画面はあこちらですね。 でまあ、あのー、無償版と優勝版、あのー、優勝版ということで、えー、どなたも優勝版であるか、無償版であるかっていう確認をちゃんとして入れる必要があるかと思いますね。 で必ずしも,ずしもインストール後にその動作がサクサク動くということの保証はありませんよね。と、えー、いうのはあのこのダビンチリドルブかなりいい高機能でございまして、えー、何をやるんでもあのマシンスペックは高いほどいいとい,い,いうふうに言われています。 たがって、えー、私は MacBookPro の方に優勝版入れてやっておりますけれどもまああのー、ビデオ講師という,うことで、えー、頑張っていこうかなと思ってますんでねあのー、まず第1話インストールして、えー、第1の壁というのはあのー、英語版が、あのー、インストールされるんですよね。で日本語版に直さないと 日本語表示ができませんのでそこの過程をまあ、1分くらいで、えー、今日はあのー、お伝えできればなという気持ちでやっておりますだけれどでも今画面はあ,あと1921分18分これもいい加減なんですよね今表示されてるのは18分 19分になったり20分になったりしてますからあの初めての人はあのどうなってんだっていうふうになるかと思うんですけれどもで問題はあの問題っていうかネット環境に負っているわけですよねこの通信のダウンロードというのは。それで まあ、私の経験則から言えばあー例えばあのマッキントッシュの MacBookPro の通信速度は同じあのネットワークで、えー、なんて言ったかなあの中継するものでもって、えーまあ、早い LAN ケーブルを使ってやっておるんですけれども やっぱりうまくいかないですよあのー、うまくいいかないというかあ <laughs> なぜ Windows のネット環境と Mac のネット環境が違うかっていう疑問も私は持っております先ほどやりましたけどダウンロードあダウンロードですね2メ,2メガ BPS くらいの速度でしたからあのー Mac と比べて非常に遅いということは私が使っている Windows 10のスペックが高くないということになるかと思うんですけれどもねいわゆる通信があっても通信を速度を享受できないっていうかね多分そういうことであので,きないで,きできないでいるんではないかなっていうふうに思います。 えー、まあ今日はねあのー、大々的に頑張ってやってみようと思ってますんで、えー、写真の方も撮りますねはいこっちからあれですんででこちらのこれのを撮っておきたいですよねあ動画になってますね まあ,あ今15分から17分実際私もあのブラックマジックのそのダウンロードというのは何度もやってますんで何度もやったりというか、あのー、バージョンが上がるたびにやったりそのおスタジオ版を購入したりしている都合上やっぱりあのー、よく知ってますよ。よく 動かさないことにはあそのお金は払っておるわけですからねまあネットで持って買いましたかねこのあれは「ダンチリゾルブ17スタジオ」って書いてありますよねこれは間違いなく、あのー、ダラィンチから買っているものですでこちらのおこういうカードがあって このカードの後ろにシリアルナンバーが2つあります。で、えー、現在私が入れているのはあこちらの <laughs> これですよね。あと16分か17分結構かかりますよ。実際その数値より1回2回3回失敗してるわけですよね。 失敗というかあのー、これでいいのかっていうことを確認しながらやってますんでそれで、えー、ダ・ヴィンチもそうですけれども私の経験,経験から言いますとですね <laughs> その動画動画を作っていく上で、えー、これはイディウスです。でイディウスプロ9ですからあ そうですね、あのー、このイデュースもー動きますよだけれどもイデュースよりもファイナルカットプロの方がいいというようなことを自分で肌で感じてまして 結局動画の作り方その基本的なところでもってあイリュースよりもファイナルカットの方がよかいいなというふうに感じたわけですよね。でファイナルカットの後に「ブラックマジックの」の「ダヴィンチ・リトル5」を17からあのー 16くらい、やっぱりダヴィンチもどん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 バージョンアップしてきますんでいろいろとバージョンが上がるたびにインストールしていったということですよね。でこれはアドビのフォトショップとプレミア i e r e p h o とプレミアがついて このアド,アドビのプレミアエレメントの2022っていうのもこれも動画でもって使っております動画で使って、えー、いるんですけれども簡単簡単ですよ簡単っていうかあの <laughs> なぜこのアドビのプレミアエレメント2022っていうのを買ったかというと 2014っていうのを私一度買いまして、うん、プレミアやエレメントっていうのもおかなり前から売られてましたで最初の頃も私エレメントをインストールしておりましてそれをお何度もお、まあ、14の時に買ってみて14からまた2022年昨年のやつを購入しておるという。で 動画はあのー、いろんなやつでもう、うん、あのどういう,やそう無,料無償のソフトでも動くということはやってました。あのー、いろんなあ一番簡単なのは Windows の何て言いましたかね、えー 10年くらい前になりますけれどもヒモ,ヒモーラの全身のやつですかねヒモーラの全身のそういうのも、うん、使ってやっていたんですけれども結局はそのバージョンアップをどんどん、うん、していくものそして、えーえー、後期のなもの やっぱり一番の,あのバージョンアップされていく中で感じるのはマシンスペックがどんどん高くなっていかないとダメだっていうことですよねマシンスペックがあの上がることによってこういったソフトもそれ,それにつ追随いいできるということですので、えー、例えば MacBookPro の M1 チップを使ってると。 M1 っていうのは今まで Pentium を使ってたんですよねあの Mac もところが Mac はその Pentium さんと手を切って、えー、まあ台湾で作ってるらしいですけれども M1 チップっていうのを、うんじまあ、自分自社で持ってそれを作る、うん、導入中に入れて組み込んでいくとで、えー、さっきも言いましたけど M1 チップっていうのは熱を持たないということで えー、こう進化したと、ね、いうのは、うん、Windows の場合だと Pentium ンン使ったり LIZEN とかいろいろ CPU があると思うんですけれどもその CPU はどうしても熱を持つということで放熱処理を考えるための冷却装置を入れなければならないと。 いうことがあのー、大きな、うん、こう Mac と Windows のセパレーションですよね。で、私も Windows 使っており、w i n d o w 1 0を使っておりまして、その冷却をしなくちゃならないということで、その冷却についてもその自、うん、分考えてやっていたというあのー。 実際ペンティアームのこれ,これはあの怖、ー、いナインですよねちょっと見えますかね怖いナインで、えー、入,れたん入れてあるんですけれどもうんやっぱりあのー、タワー型のおーマシンで、えー、やっておりますけれど現在はまあ 1>, 1年ごとにあのマシンはあのスペックが上がってきますからね。はいえ。何度かの話しながらしてましたところお、あと7分、7、8分でファイルが開きますということを言ってますんで、えー、ここはあのショートカットしちゃいますけれどもね。つ、あのー、まり、あのー、自分自身は、あ 録画はこの SSD の1 t ラのやつでやっておりますので映像、えー、は丸写しで全部あの包みかか隠さずですね、あのー、その展開の様子を行っておりますでその間に Windows の話をしながらもまあ,あ実際ダイビンチのリゾルブスタジオ版も持っているということも話しながらで まあ、講師ですから <laughs> 講師っていうのはあのー、教えることですよね。でいろんな、あのー、私が講師でもやっていけると自信を持っているのはいろんなその映像をやってきているからですよ。 その例えば、あーイデュウスー、このイデュウスプロ、これもイデュウスも最初の頃はイデュウス1から入ってきてるわけですけれども、その世代交代してきてるわけですよ、4K、HDR うもその革新へということで、えー、イデュウスプロ9、今あのー、10になって、バージョン上がっておりますけれども。 グラスバレーはグラスバレーグラスバレーの前がうん名前、あのー、ありましたよねえー、っとその辺もおグラスバレーの話をすると全身があって、えー、グラスバレーになって、えー、もうこれ,これ10年経つでしょうねグラスバレーっていうのがあったからだけど全身があってあるですそれで、えー、ついでに話しますけれども プレミアプロちょっとあれかなこれがあ Adobe のプレミアプロ CS5 ですえっ、ー、と Adobe も私、あのー、プレミアプロっていうのを使って、えー、やってましたあのー 最初このプレミアプロでもってやってたと思いますね。なんでえこれは Windows 版でしたけれどもと今はあのプレミアっていうのは Windows でもあれえ Mac でもどちらでも使いましたけれども Adobe のプレミアっていうのはあの優勝版になって たのがあの6以降なんですよねこれはあの 5, 5のやつを使って書いてありますけどアップグレード版の CS5 ですか Adobe On On ア,ドアドビーオンロケーション CS5 とアドビーアンコールって言ったんですね前、あのー、当時はアンコールといってあのー DVD とかあブルーレイデスクに焼くソフトがありましてそれをアンコールと言いましたでアンコールでもってあの多くの人たちやってましたよだけどアンコールもあの途中であのアドビはギブアップしましたからね今アンコールっていうのは出してないと思いますえー、っとそれでですねなんかあ筐体がチカチカしちゃって できてきいますけれどもなんでだこうんと iPhone の方の映像がちょっとおかしくなってきましたんで iPhone は終わり切りますね。それで、えー、ここからはもう一辺倒であと残り少なくなってきてますんで、えー、そういうふうにしたいと思います。 あと2分でファ、えー、イルが開きますということですね。まああのー、プレミアプロもおこれを仕事としてい,くいる方はあのー、OK だと思いますよあの、経費で落とすことできますからね、あのー、経費で落とせない人お、そんなに仕事をやって、その お10万、うん、その稼げるううオペレーターというかクリエイターであるならそれはもう買ってやってますよ YouTube でも、あのー、このあ Adobe のプレミア非常に優秀ですからね、あのー、優秀なソフトであることには間違いないんですけれどもお私が並行したのは どどんどんバージョンは上がってきますよあのネット回線でそのバージョンを上げていくわけですから開発者は好都合ですよところがマシンがついていかないんじゃないかと実際そんなに高機能になったとしてもマシンがあの低プアな状況であったのならばそれは動きませんからねっていうことを私は肌で感じました。だからあー 実際そのバージョンアップはそんなにやりませんでしたよ。というのは新しいものをどんどん入れてどんどんやっていくほど映像の技術は高くなかったということですよね。まあそれが真実だと思います。で現在もお,お立ち上がりましたね。えっ、ー、と今画面がこれはダウンロードのところに来ましたよね。 でこのダウンロードをダブルクリックするもうあのー、インストールが完了したらば自動的にこのでこれ開くですよね右で開くさて展開してくれることを祈ります 一応、何時間かかってもこれはあ私のおストーリーの中でそのなぜダヴィンチがいいかということを証明するためにもあれですよね。えー、っと結構なあれですけれどもこれは一回抜 けないとダメかな。あ,あ大丈夫でしたね今動いてくれましたよねで、えー、ユーザーアカウント制御このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますかということではいですよねで、えー、このアプリがデバイス 別のプロセスが使用中なんかちょっとあれですね。ダウンロードはあー終わったんでしょうかね。ちょっと確認しますね。えー、っと、これは、これはあのネットですからね。それで、こちらの、こう来て、ダウンロードですよね。そうすると、ここに、えー、来てますね。ダヴィンチレブ。Windows ZIP ファイルになってますんで、この ZIP ファイルをダブルクリック。 約20分かかってダウンロードが完了いたしました。えー、っとアプリケーションということで。 18.5.1ウィンドウズ圧縮率が1%なんですね。大きくしますね。えっ、ー、と、更新日は2023年8月14日、9時49分で。 インストールここで、えー、ちょっと皆さん画面に注目してください。えー、ダヴィンチ・リゾルブインストー・インストーラーということですね。ここでインストールします。そうするとこの画面ですね。えー、ダヴィンチ・リゾルブ・セットアップ。Welcome to the Da Vinci Resolve Setup Wizard。これが NEXT ですよね。NEXT。 そうするとここにね、<laughs> I accept the term in the license agreement というのが出てくるんですよ。これ一応呼んでもらってそれで、えー、OK、えー、I accept するかどうかということですね。一応これもあの一とおり Black Magic Design Pty Limited です。 ライセンンンリメントダチでここは読んだことにしましょう。で、これア I accept the term of the license agreement ということを、ここをチェックを入れないとダメですね。ここを入れないと、この next にいうの進めないんです。I accept これをクリックして next をします。で、えー、デスニーションホルダー、ホルダーを聞いてくれるんですよね。 これはそのままでチェンジすることなく、うん、入れて OK だと思います。NEXT で、えー、インストールという、うん、ここでインストールですね。でもこれだけのステップをあるということは普通の人はあのー 初めて、ね、ダヴィンチをプログラムをインストールして展開してそして、えー、例の入りとかから始まって、えーエスあのー、7つのステップがあるんですよねあのダヴィンチの場合は。これでフィニッシュですね。 そして、えー、インストラクションコンプリート、コンプリートということになりますね。ダイビンチリリードロブスでした。これは OK ということで。それでね、一旦ここで私はあのー、再起動をかけております。あのインストールしてるということで、それで、えー、ここで、えー、再起動。 えー、再起動することによってデスクトップに、あのー、アイコンが出てくると思うんですよねダヴィンチ・ルドロムの。で、えーまああのー、ダヴィンチは一度おおか、あのー、優勝版を買うと バージョンアップ私は17で、えー、求めましたけれども17の以上の18.5ですか今18.5になってますけどそれはあそのままあのー、無償版であ,あの優勝を一度お金を払ったということで、えー、どんどんこうアップグレードはあーされていくことができますねまあこれはあのー サブスクリプションって言ってい毎月そのサブスクリプションフィーを払うというステップがあないということですね買い切りっていう言葉で、えー、表してますけどそうするとここにダビンチ・ドロブっていうこれが現れましたね。えー、っと再起動かけましたウィンドウってんですけれどもダビンチ・ドロブっていうのが出てきてますんで。 これをクリックして展開していきたいと思いますではいきますでスタジオっていうのは出てこないからこれは無償版ですもしスタジオっていうのが出たらば優勝版ですので気をつけてくださいはーいこれでですね あーなるほど。もう一度私あのインストールして、えー、それからあアンインストールかけておりますんで、えー、それがあここに出ちゃっておりますね。で、えー、通常お今日のおアンタイトルドプロジェクトってありますけれどもで右下にこう開くとかあ,があります。 これは新規プロジェクトをひらクリックしてください。そして、アンタイルサブジェクトプロジェクト1というところをお今日の日付しましょうかね。230829という入りにします。これを作成します。そうすると、お日本語になってきてるのかな、今は。 えっと、立ち上げるとここのーコーナーにカットっていうところに来るんですよねそしてメディアカットエディットフュージョンカラーフェアライトそしてデリバート12345677つのステップがあるんですよねで まあ日本語になっているんですけれども英文になっているのが普通,な普通だと思うんで、ね、ちょっとここお一番最初のここのメディアというところをいきますねメディアというのは非常に重要なところなんで,でファイルで、えー、プロジェクトおこの環境設定ですか あのー、ダメーンチ・リドロブっていうところの一番左側にあるところをクリックしてもらうとこの環境設定っていうのがありますんでこの環境設定のところをクリックすると。